ガエタン・シャルボニエは、フランスバルド・マルヌ・ケン・サンマンで出身のサッカー選手。リーグ・アンスタッドブレスト29所属。ポジションはフォワード。2007年、リーグでに所属していた SO ・シャテルローで、プロデビュー。シャテルローで、リーグ戦2桁得点を達成し、その活躍が認められ1年後の2008年に、パリ・サンジェルマン FC のリザーブチームに引き抜かれる。2009年、 リーグでのアンジェ・スシオーに4年契約で移籍。ここでは3シーズンを主力として活躍し、通算90試合に出場23得点を記録した。2012年4年契約でモンペリ HSC と契約を結んだ。シーズンを通してフル出場はあまりなく後半での出場が多かったが、リーグ戦通算4得点という結果を残した。 2013年8月5日、出場機会を得るため、4年契約で、スタッド・ランスに移籍。移籍後2シーズンの間は主力であったが、次第に出場機会が減少。2015から16シーズンに、クラブもリーグで降格した。2017年7月13日、ランスとの契約満了に伴い、フリー移籍で、リーグでのスタッド・ブレスト29に2年契約で移籍した。 1>, 1シーズン目は9得点を記録し、翌シーズンは、キャリアハイとなる27得点を達成。クラブのリーグアン昇格を助けた。foot-naetional.com。アンジェ、ガエタン・シャーボーニー A 市にフットナショナル。2019年7月25日閲覧。ありがとうございます。